こんにちは、島直子です。今日ね、黄色の卵みたいな形の牡蠣でいけていきますね。はい、合わせていくのはもう風船と綿。今月も何回使ったかな。まあいっか、何回でも使っちゃいたいもんね。風船と綿って可愛いよね、このコロンコロンとしたフォルム。もうなんかたまりませんね。はい、でね、こうやって編むっていうこともできるでしょ。いろんなことができる花材だからね、何回使っても飽きませんよ。ちょっとね、土台がうまくいかないんで、あの短い風船と綿を口元にギューッと入れます。多分これでうまくこの横にニューッと出るような感じにいけると思うんですよ。はい、ね、ね、横にこうポーンと出たでしょ。でもまだちょっと足りないんで、口元にキュキュッとこう風船と綿マス的な感覚で口元にキュッと入れたいと思いますんで、さてさて、ちょっと風船と綿もちょっと長かったらよかったんだけど、あの産直市場で買ったからあんまり長さないのね。その分風船と綿のね、あの身のところすんごい綺麗なんだけど、ちょっとそれが残念かな。長さのあるもの足さなくちゃいけないな。さあ、その長さのあるもの、じゃじゃん、パンパス登場。パンパスで長さを出しますね。パンパスの房がこうキュッと上がる感じで、はい、ちょっと長さ調節中。はい、風船と綿とこう絡まるようにちょっと外して、もう一遍絡めちゃうね。はい、よ、はい、うまく絡みたい。うまくこうキュキュッとこう、よいしょよいしょ、頑張る。はい、ねえ、パンパスってね、これあまりちょっと穂先きれいじゃないよね、出始めだから。こうファサファサーとなってたらよかったんだけど。え、ねえねえねえ、パンパスが動いてるって気がつかない？ねえねえ、誰か気がつかない？房がこうヒュヒュって動いてるの、これポルターガイスト現象じゃないのよ、違うのよ。実はね、斜め45度のとこに扇風機置いてるの。わざとじゃないのよ、偶然。それで穂先がふひゅって揺れちゃうのね。最終的に動画のところではこの扇風機をも、あのうまく使い、このなんていうの、パンパスが揺れてる感じになるような動きを出しますからね、お楽しみに。はい、系統入れちゃいます。系統の赤とあの風船と綿って本当相性いいですね。あの口元のとこはギューッとマッスな感じで、そしてパンパスのギューッとしたこう飛び出す線、それに絡めるようにこう風船と綿がポンポーンと出てるっていう感じです。マッスと線ちょっと弱いかな、このイメージとしては、まあ、飛び出すパンパスってとこかな。はい、どうでしょうかね。ね、よいしょ、もうちょっとこう風船と綿が、気がついて直してお願い。最終的には直すと思うんだけど、風船と綿とパンパスがこうキュキュッと絡むようにしますからね。はい、どうでしょう。気がついたかな、気がついたかな。お、気がついた。よし、風船と綿とね、パンパスこう絡んだ感じね、ね、はい、完成かな。よいしょ、さあどうです。さあ、それでは動画行ってみようか。ほらほら、揺れてる、扇風機が当たってるからパンパスの穂先揺れてます。私が仰いでるんじゃないですよね。こういう効果も面白いですよね、動画の醍醐味ですよね。お花動かないもんね、風でも当てて揺らさなくちゃね。ほら、揺れて動いてる、いいでしょ、こういうの面白いでしょ。ポルターガイスト現象じゃないんですよ。はーい、はい、角度違いろんなとこから見ていってください。ちょっとこれは上からですね。はいね、あの風船と綿とパンパスもうまくね、あの絡んでね、よいしょよいしょ、はい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 ね、
あのキューっとした線か、ほらほらほら、あ、扇風機つけといてよかった。うん、本当偶発的な効果ですこれは。うん、はい、これちょっと向き変えて横にしたのね。この斜め、これが本当の方向。うん、あの見てもらいたい一番ベストな方向ね。こう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 斜めに飛び出す感じ。はい、どうです、今日これで完成です。ありがとうございました。